お疲れ様です。今日はこちら新刊ゴブジェイスパーキーやっていきます。さあ新環境になりまして、そしてねゴブジェイも進化しまして、めちゃくちゃおもろい環境がやってきましたと、いうことで今日ゴブスパやっていくんですけど、まあ、まず進化ゴブジェイね軽く性能紹介すると、まあ、HP が 50% 切ると、ゴブリンをね 1.5 秒切に1体ずつから、はい、出していくよと、まあ、シンプルな性能ですね。でサイクルは2回に1回ですね。まあなんか結構弱めだと思ってますが、弱いですね。はい、なんかもともと体力もねそんな多くないんで、なんか HP 50% 切る前からゴブリン出してくれればいいのになと思いながら、はい、強化待ちのカードではあるんですけど、まあゴブリンがなんか溢れて、まあ、残ればスパーキーがねより延命されて、なんかね事故も増えるんじゃないかなっていう、まあ、結構スパーキーとの、はい、組み合わせは良さそうかなというわけで、まあダガーはね、やめて、はい、プリンセスサワーで今日はやっていきます。で相手はブラスターですね。はい、終わりました、ついに。あの長かった1年もないか。ダガーガール環境がね、はい、終わったというわけで、プリンが帰ってきたんでね、よいしょ。だいぶこれによっていろんなデッキが帰ってきたですね。はい、まあディガー削りだったり、まあシンプル枯渇デッキとか、まあ大型もいるし、本当に何でもいる。ウォールブレイカーもね舞いやすくなったんじゃないかなと。マジダガー1枚でねだいぶね変わってたんでね、本当に同じようなデッキしかいなかったんで、そこはちょっとおもろい。いやこれ行けばよかったな、どう考えても。え、惜しい。そうね、なんか俺の好きなねマザニクとかも持ってきちゃいましたよ今回ね。よいしょ、はいはいはい、マザニクとかもなんか久々だな。なんかダガーのせいなのかわかんないけど、全く使ってなかったですね最近ね。よいしょ。でゴブジェイちょっと出したいの俺。そう、進化ゴブジェイ2回に1回なんで、まあ、雑に1回サイト見るんですけど、謎に咲かない俺が。よいしょ。まあこれケツゴブジェイだと迫撃置かれてちょっと困っちゃうんで、もうケツプリンスからねいっちゃおうかな。まあここは進化を回すための、はい、消化ゴブジェイですね。てか相手のブラスターとかにもさ進化ゴブジェイちょっと刺さりそうな気もする。レイズク打っちゃってね。ちなみにプリンスはバランス調整によって下方されました。はい、まあ走るまでが 1.5 マスから2マスに下方されたんですけど、まあその前がね3マスだったんで、まあ、だいぶ強い状態ではあるっすね。よいしょ、ロケットだけやめてくださいね。よし、いやーこれまあまあ早めに出しちゃってもよかったが、いやーそれ強いなー。まあでもこれこっちにだけやって、これ進化ゴブジェイあるんじゃない。さあ HP50% 切るとゴブリンがいっぱい生まれてくれるんでね。でレイジも構えちゃってね、これ強くない。てか HP50% が切らないんだよね全然。HP50% 全然切らないけど、さっきたこれゴブリンが無限に出るよ。え、これ熱くね。ゴブリンが無限に出まして、溢れて、いやマジで溢れてる、耐えてる。ゴブジェイがこれやばくね。でウッドでやってもこれミニ残りでレイジでゴブリンが生まれて、おいですよ。あれ。なんか思ったより耐えちゃったな、なんでだ。タゲ取れてたからかな、取れてたんかもわかんないんですけど、いやなんか思ったより強かったびっくりしちゃってはいるんですけど、こんな強くないです。はい、こいつ結構弱いです。こいつ弱くさせたいとかじゃなくて、いや結構弱いんですよ本当に弱いけど、なんかレイジとのシナジーは良かったように感じた。 HP50% 切るぐらいのタイミングでレイジ打ってゴブリンマシマシ作戦ね。まあだからウッドとかがねなければより刺さりはするよね。今の相手ウッド持ってたけど刺さったんだね。さあまあ一旦チンパンでプリンスゲーして、うん、いやもういい、全然これで進化ゴブジェイ回るんで。てか相手もなんかプリプリなんでゴブジェイの可能性はあるね。そこまで流行ってはないと思うんですよゴブジェイ、どうなんだろうな。てか相手ダガーがあるよ。ちなみにダガーはマジ良いです、オワコンでさえ。攻撃速度も遅くなってチャージ時間も遅くなっちゃったんで全然サボりっすね。はい。やばい、
マジで強い。こいつが強いだけ、ただ。いやー、コウモリ。いやー、でもこれね、ダガーだったらマジ危なかったな。いや、スパーキー単品で行かせんのもね、嫌ではあるんですよね。いやー、まあ仕方ないか。これガゴ出すの遅かったな。なんかまずいな。相手スケが入ってんのがやらしいな。まあでも形組んでね、一発ドカンがありますから、スパーキーね。このマザネクファイボとか打ってくれた方が嬉しいんですけど。オーケー、いいねいいねいいね。いや俺780守りたいな。というわけで守りながら形組んで GG が理想です。いやこれ許容もあります。いやいいんじゃない、これ走れるよ。いいね。からのよね。さすがにこっちか。まあ、レイジも欲しかったりするが、さすがにね、こう矢波打って。うっ、え、ゴブリンが？マジで？え、熱い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 、待って、ゴブリン？え？ちょっと待って、結構強いか？あれ？そんなはずじゃないんだよな。意外と悪くないっていうこの意外とどころじゃねえか、だいぶ悪くない。いや攻めちゃって、もう一本落として逃げたいよな。許容できそう。なんならマシマシ効果力で、いやキング折れないよな。オッケーオッケー、プリンタワーのね安心感もあります。オッケー。え、なんかゴブジャイあれ意外と意外と強かったりするかな。今のとこ進化ゴブジェのおかげで勝ててる感はものすごいある。俺が勝手に過小評価していただけかもしれない。いやマジきついこれ。やばすぎる。やばいこの。耐えて。マジでまずい。痛すぎる。さあギャングクロスね。いやでもママーンは刺さりそう。1倍タイム乗り越えたらあるね。1倍ついていきたいな。まあ、なんだかんだ進化ナイトも優秀だよねって話だよね結局ね。さあまあ雑に回していきますよと。うっうっ、これもプリンス強くね。気づいた。ああ、いやめっちゃいい。インフェか。まあインフェだと俺ザップがないんでね、突破大変ではあるが、まあ、真ん中のガーゴイルでターゲット取りながら、まあガグに対してナイトエンメイかギャングか来ると思うんで、まあ、そこをマザネク出して豚にしながらインフェの竹を取れればあるんじゃないって話よね。一旦相手の呪文チェックしたいな。ロケかファイボかって思ったんですけど、これ逆サイチャキが来たらまずいが、やめ、ロケだけやめてほしいです。本当にやめてほしいです。やばい、まずい、だいぶまずい。いや言っちゃいたい自分もいるなこれ。いやでもまあ進化ナイト冷静に形組むか。進化ナイトゴブジェで組んで、いやこれ勝ったろ。え、これ竹取れる、あぶね。うわー良すぎるそれ。いやもう俺はね自分のことだけで、攻めのことだけで頭いっぱいやで。いやマジでゴブリンいっぱい産んで。ウッドやばい、ウッドがグロい、ウッドが強すぎるが、ゴブリンが、もうちょっと惜しかったが、まあ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 悪くはないね。でこれ絶対クロスで攻めてくるんで、そこをね適当にケアしなきゃいけない。え、それまずい。ヤナアメならもうまずい。ちょっと待って、やばいこれだいぶまずい本当に。どうしよう。
いや、マサネ君一発嬉しいんかどうかわかんねえな。まあ、ギャングなのが救いだな。スケとかだったらもう終わってんな俺。プリンス強くね。 IT いいね。いや、これ結構 IT やっちゃったんじゃない。しかも柳山だからさ、ママンが強い。いけ、 50% 切ったらあんたは無限にゴブリンが出るが、これウッドでね、まとめていかれるが、ウッドを使うとはみ出るよ。柳山ウッドクロス、いや、いいな。 HP 強化とか別にされてないんですけどね、なんかなんか体力増えたような気もしなくはないよね。何も変わってないでさ、ステータス強化はされてないね。なんか見た目がより太っちょになって HP 増えたようにも見えちゃう。ゴルナイね、マジ今の環境何でもいる。エレジャイもいるしね、ペッカもいればジャイもいればホグもコカツも何でもいるんで、本当に。あー、まずい、よろしくない。それはまあ素晴らしい環境かなと思いますね。バランスで言うとね、幅広いで、ダガーが弱い、それだけは言えます。ダガーマジ弱いかな。うわー、ペッカなんや。何がいたっけ、ゴルナイかで、ボイドか。あー、ボイド嫌だな。まあ自陣プリンスでいきますか。ちゃんと竹取って、まあここのゴブ時代はね、正直あの耐えれば何でもいいんだよね、一旦防衛のね。なんならこのプリンスがうざいんじゃない。いいよ、くつーん、強。そして次進化ゴブ時代ね、進化ゴブ時代ちょっと熱いか。まあでも進化ウィザード俺手届かないんでね。あ、でも柳雨で、そうだ、ウィザードが下方されて柳雨で盾がね壊れるようになりました。結構でかいです。てかだいぶでかいんじゃね、正直。柳雨ボイドか。ウィザードの処理がまあ前よりは楽になったな。まあ前がむずすぎただけではある。絶対なんか来るでしょ、チキン。いやー、まあ柳雨打つけどみたいな、なんか怖っ。やーめボイドね、いやーマジ強すぎる、あの子、あの子強すぎで悪い。いや、こっからむずいね。エレキ優秀だねあんた。普通にこれプリンスでブッパあるな。プリンスと進化ゴブジャイでさ、何も考えない世界も、いや、これはやめとこう。一回冷静にね、守ってもいい、ここを守ってもいい。いや、これめっちゃいいわ、こうだ。で、こうだ、来た。左は許容、ゴブリン早く生まれて。まあ柳雨でね一掃されるんですよね。まあこれがきついか。いや、まあでもいい、スパキ出して攻めづらいよ。相手工場みたいなないのかな、工場ないなんて話あるかな。で、俺はまああれ強いね。いや、そのうまい、ね、なんかね、もうプリンスからゴブジェでぶっぱしてこんな感じでペッカーとかして、なんかちまちまネチネチやっとけば逃げきれねえかなっていう話よね。進化ゴブジェもありますね。いなさそうではあるよな。これで工場来たらちょっとまずいもんな。いや、でかい、これ誘導できるはず。トルネ、これまずいね。誰がそれを想定できただろう。ちなみにエレキもあります。
おーむずこの戦い。何がむずいって、エレキがむずい。ちなみに耐えれば勝ちなんで、多分お願いサプライズ呪文だけやめてほしい。いや耐えれば勝ちだと思うんだよな。オッケーオッケーオッケー。まあナイトもプリンスも、まあスパーキーもいるんでね。しかも相手がザップでリセットがあるわけでもないんで、さあ守って逃げ切りプランもありますね。ちょっと火力高めなんでね、プリンススパーキーいいな、流行りそうじゃない？ゴブスパのプリンス型、なんかミニペッカーの枠をねプリンスにしてるだけなんですけど、正直まあなんかミニペ使うぐらいならね今はプリンスで良さそう。ミニペなんか使わねえよな。一コツ増えるだけでこんな強いんだから。さあナイトスケなんだろうね、まあ枯渇クロスホグ、まあマジアチャオールブレイカーなんて世界もありますが、クロスかホグっぽいっていう。ファイブやだな。まあこれゴブジャイ行って、まあネクストの進化を探すっていう。あミスってんの、え、いやーでもいいナイトや。アーチャーとか使ってくんねえのかな。いやあんま行きにくいな。いやマジクロスだよなさすがに。お、ジゴリソウ、え、あっちゃ食いだ。プリンスやっちまえ。え、結構入るこれ。スパーキーはいらない飾り。よくあるかな。まあゴブジェを出さずに勝つみたいなね。スパーキーを出さないパターンもある。正直ナイトプリンスマサニックだけで勝てる。アドは取ってます。いやまあこれ捨ててもいいな。次進化ナイトなんで俺。よしよしよし。まあ嫌なのはアーチャークイーンか。チキーン。いやここ相手防衛むずいよ。ああ簡単か。まあレイジ打っとこうや。なんとかなるだろうっていう。ヤナメも打っとこうや今だし。オッケーオッケー。ゴブリン生まれるが、いやここでね、なんか死亡時にヤリゴブリンとゴブリン両方生まれたら強いもんな。贅沢すぎ。十分強いかこれ。十分強いか。鬱陶咲くタイミングが難しそうね相手は。よし。形組んでレイジ打つだけの平和なね、平和なクラロワです、はい、うぜえぞこれ。じゃあナイトも冴えたらね。いや待ってファイブスコア外す、逆にすごい。いやー俺強すぎんなその進化スケは。いやでもいや穴埋めが間に合っちゃうんですよね。いやいいな、なんか普通に普通にゴブジェイスパーキーが強い。正直進化カードもね全体的に弱くなったんで、なんかまあこんぐらいのゴブジェイ進化でもゴブジェイ進化に使ってもいいかも。進化ザップとかを入れてもいいけどね、別にレイジで良さそう。進化ゴブジェイかけるレイジ強そうね。え、美味しい。1500万。持つ。このデッキ普通にめっちゃ強くね？なんかブラスター系とかもさ、ガゴマザニクのこの辺で頑張れそうだし、火力も高いっしょ。まあ、空もなんか気合で頑張る。あれ？ふふふ、ん？これとかがまずいんだろうな多分。マジ何がどうなってるか分からんが、まあ
しかもやべえブラスターや。いやーマジで折れねえかな。どうだろう、豚頑張ってんな。いやーでかいでかいでかいでけえ。ゴブジェリーして落ちんのか。いやーまあ俺のターンも300しかねえんで、よしよしよしと。まあ次からこれスパーキーあるんでね、まあ、まずナイトからで、進化ナイトを貯めながらね。新鋭隊エリゴレね。確かに新鋭隊とかも、なんか久しくいなかったよな。帰ってこれるんじゃね。いや、フェニックスいたな、これガゴ出すと。てか右捨ててもいいな、正直。え？ライドラはまずいな。普通に。ライドラ？これね、右を狙う世界もちょっとあったりしますね。まだこれ新鋭隊今いねえサイクルか、いんのか、全然何も考えてねえが、とっつる先行やめろよ。 OK、 レジ打って、うえメガナイト来た。いやゴブリンなんか生まれてんだろうけどメガニートに行かれてんねえ。いやーまあまあ、え、さすがに止まるよ。やなめもある。まあポイズンがね気持ちいいよなこれ。気持ちいいポイズンにはなっちゃうよな。いっぺんな、いやでもここ強くね。いやこれね物量のゴリ押しというものがねクロラナには存在してですね、はい。何も考えずに突っ込む。ゴブジェの背中、オッケー、やばすぎ。普通に今ので突破できるのやばいけど、まあそれがねライドラの弱点みたいなところもありますからね。さあ陸受けがないんでプリンスも刺さってゴブジェイガゴね。いやいいね、ライドラにビビったら終わりよ。まあ今みたいにねもうゴリラチンパンするか。え待ってやばすぎる、ロイヤルライドガロが俺ずっと待ってたやつ最近。ついに来た、揃いました。ロイヤルワイルドタカラボが一面。うわーマジか、めっちゃめちゃ嬉しいんだけど。いやここ最近で一番嬉しいわ。え一面揃った、これ気持ちいいな。ずっと待ってたんですよねこれ。コレクションなんか10個くらい貯めたいんですけどね、まあ、クララゴ4つまでしか貯めれないんでね。うわ最高やこれ。ちょみんなもねコレクションね、まあなんかカード集まってないとね、全部集まってるからこそ別に開ける意味がないから残してるんですけど、見栄えいいしな。そうまあ普通に毎日コツコツ宝箱開けるだけでねカードも集まっていくしゴールドも増えるんで、まあ開け得ではあるんですけどね。まあぜひね、まあだいぶね俺もカードいらねえんだっていう人はね、ちょコレクションね、宝箱コレクション、うわめっちゃ嬉しいこれ。達成感あるな。4つ貯めんの結構遠かったなね。毎日コツコツやってやっとだからね。うガゴで止まってくれ。いやーこれナイトかつけてもよかったけど、まあナイトスパーキー組むだけ組んで、なんなら俺はプリンスまで行っちゃうけどね。からの、まあ、リーチク打っちゃってる、ね、これがね最高な環境ですよと。うわ早く走れよプリンス。新鋭隊墓石を破壊していく、もし行かれてんだろうなプリンス。火砲が足らないですよ。うん、あもともと弱かないですからね。さあ新鋭隊バルンか、マジ組んだら止まんなそう。マザネクいたね。いやマザネクがいる環境幸せ。そしてプリンセスタワーだからね、普通にサイクルスパーキー単品で行っても相手はね結構しっかり対応しなきゃいけないんでね。いや諦めたか。気持ちいい、スパーキーいいな。てかゴブジェいいな、ゴブジェ結構好きなんでね、チンパンで。形組めいいんでゴブリン出てくるしね今。さあナイスゴブスパね。
なんか俺はこのデッキヤナアメレイジにしてるんですけど、まあ正直ファイボレイジだっていいと思ってます。てかまあファイボレイジの方がいいのかな、どうなんだろう。なんかファイボレイジの方がいい部分は、まあエリクサーポンプを壊せるだとか、まあウィザードとかの対処が楽ってとこにあると思うんですけど、なんかなんだろう、プリンセスとか、まあ枯渇デッキの方が今なんかちょっと多いイメージがあるんですよね、そういうエリクサーポンプ入りのデッキよりね。うん、なんか細かい系ね、まあ、ディガー削りとかオールブレイカー削りとかね、まあ、ゴブリンバレルだ。そこに対してなんかヤナメが俺は結構なきゃ逆にきつい。ファイボだとね、ファイボかヤナメかっていうので結構変わってくるんで、クラロワって本当にメタもね。個人的にはなんか逆にヤナメレイジとかで、あー捨てるか、なんかライドラとかそういうねちょっと大変なやつに頑張る方が戦いやすいと思ってます。はい、なのでヤナアメレイジ採用ですね。まあ正直ファイボでもいいと思います、好みかな。ボイドラバルか、耐えてヤナアメを見て、いやうっ止まる、しかもゴブジェの背中でさよなら、トリタン。いやーないと頑張れねえかな。うわこれ行ったらどうなるかって面白そうじゃないですか。あ全然おもんねえなやっちまった。ナイトトリトンラバがいないのかな、いるのかな。いやトルネードだったねバルーンデッキねこれ。いやー端前止めたいな、ちゃんと。やべミスった、普通にナイト、俺今ナイト出した正直。おーまあまあゆっくりいくか、進化ウィザードかな。あーマジやばい、ボイド警戒できないジジイなんだろうな俺も。間に合ってさすがにね。いやこれさあ、いやまあ やり得生き得だよ思った。破壊してなんならこれキングまでいかん、ゴブリン無限に出るか、ウィザードとかにはもう仕方ねえよな。でもゴブリンめっちゃいるわ、えてかなんかゴブリンが削ったんか、なんかめっちゃ削れてね。で俺のこの脳筋の攻めマジやばいだろうな多分マジやばいんだろうなと思いながらも勝つ。いや突破できたわ、よし。いやいいな進化ゴブジャイ、俺対進化ゴブジャイあんまやってないんで、まだそんななんか脅威に感じてはないんですけど、やっぱ進化ゴブジャイ来るとね、いや呪文もなんかあんま無駄に使うとゴブリン溢れるしみたいな、怖いのかな。思ってより火力あるしねゴブリンって、瞬間火力でいうとだいぶ高いんじゃないですか。いやー俺溶かしたいプリンスでできるだけそれだけでいい。いやオッケー、もうカウンターがね怖すぎるんでね、ペッカがミリになるだけで何でもいいんですよ。よしよし、さあまあペッカも強そうだな、なんか幅広く戦えてね、進化ウィザードでもいけるし、マジックアーチャーでもね、エレキでも、まあ、マザニクでもいけるわけですから、正直デッキを組みやすいっていう部分でもペッカは優秀だから、呪文とかもねボイドでもいけるし、別にファイボでもポイズンでもいいしね。結構幅広がったなクラロは、そのプリンセスタワーがいない間に、ダガーの間にね、いろんなカードも出たしいろんな進化も出たんで、ヤン。いやこれはねもう冷静に左です。え美味しくね、相手さファルチ咲いてライトニング咲いたらさ11コスト使ってんですよクラロワって、11コスト使ってて今3コスト使ってるってさ、相手のコスト何コストだと思います。ゼロ知らんけどねえやろって言って、でレイジでゴブリンいっぱい産んでね、俺これキングまで持っていく自信あります。いやこれやばいな、1秒おきにゴブリンでしょこれ、だってプリンスがより残るし、いやゴブリンの火力舐めたら終わるで。おい73、
14なのね。いやこれ強いな。いやなんか進化ゴブジェマジでちょっと対応ミスったら大事故あるんでね、気をつけた方がいいね。これゴブリン事故あります。まあペッカとかにはちょっと刺さるかもね。まあその代わりね、バルキリーとかボムタワーとか持たれてるとね、無意味とかしちゃうんだよね。そこはなんか難しいとこだよ。ああ、コカツちゃんや。いや、まあこのコカツに勝ちたいがゆえに、あれにしてるんだね、俺は。やなめなんちゃら。やなめリーチ。え、これあっつくね。ふふ。豚祭り。俺、豚が好きやねん。普通にペットとして飼いたいぐらい。いや、これ、レイジ打っちゃってみいな。まあ、ナイト、ガルガ、結構ゴブジェが入るっすね。いや、しかも相手ダガーだから、これもう、ダガー起きれません、あいつ、はい。一緒寝てます、怠け者です。一回チャージ失ったらね、マジでダガー弱いっす、今。で、この時点でも弱いもんね。プリンセスタワーだと何も変わんねえやんっていう。なんならプリンセスタワーの介護官でしかない。いやー、いいプリンや。まあまあもあります。いやいいな、ゴブリンバレルマザニクで。いやこれ全許容するわ。よし、からのよね。これさ熱くね。いや本当はゴブジャイがねもっと HP 減ってくれたら幸せなんですけどね。なんかゴブジャイデブくない？こんなんだったっけ前も。なんか進化してより大きくなってるな。背中の袋がでかくなったのかな、だからかな。さあナイス、ワンパン。ワンパンでもねえか。いやゴブジャイなんかちょっといいな、楽しいわ。それに進化してない時ですら好きだったんでね、それは進化したらもっと好きよっていう。メイクする前の女の子が好きならメイクした後のその子も当たり前に好きですよねって話なんですよね。ゴブジャイってそういうことよね。最高すぎるな。早く進化させてあげなきゃ。ラムライダーね。え、ごめん、もうスパーキーだ。はい。ありがとう。ザップだけはやめてください。お願いします。うい。入ってんな。いやー、まあこれ行ってもいいけどな。もしエレキとかだった時にまずいんだよね。一回やめるか。様子見もね、大事。あー、最高。まあ、やなめで許してください。で、ウィザードに当たんないんだよね、やなめ。エイム悪くて。いや、まあ、このウィザード2発、ちょっと痛えか。やべ。だいぶ痛えな。まあ、許容も大事でしょう。やなめが悪い。俺のエイムが悪い。さあ、エレキウィザードリトルプリンスか。ちょっとなんか多いな。メガナイトとペッカ、どっちだろうな。さすがにこれ入んないよな。いやさすがにね、怖い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 。いやまあここは無理だね。いやいいよ。うわーうまいな、ウッドザップね。今のリセットめっちゃ綺麗ね。これやばい、ゴブジェイ間に合わねえよ。いや結構痛い強要しちゃうなこれ。やべ、待って、よろしくない、よろしくない。ヘボミス。いやーこれエレキ、いやガゴ追加いけない。やなめ打っちゃったからな。うわやべ、ちょ待って、流れが最悪で悪い。マジ地獄みたいなサイクルしてる。やばいけど安心してください、ゴブジャイですよ。ザップね。そしていやークラルワってこっから勝てるからおもろいんだよなね。一応ボイドまで警戒しちゃって、相手の呪文も分かんないと、かわいそう。うん、クラルワってこっから勝てるからおもろいんだよな、マジ。マジで勝てそうじゃね。行きます。
いやマジでウィザード強すぎるが、プリンスの方が強すぎました。うい、ナイス、強すぎまあゴブジェイ、進化ゴブジェイのね良さは最後出てはいなかったが、まあ普通にゴブジェイプリンスが強いですよということでね。うわー、宝箱も埋まったし、進化ゴブジェイも意外と悪くないかもしんないし、最高ですわ。まあ皆さんもね、はい、ダガーガール卒業してね、まあプリンタワーで、はい、今期ね楽しんでいきましょう。ゴブスパもね使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。おすしとまたね。